桜通り駅前、川入口街頭下部の星座のレディーフ桜通りは、福島県郡山市を東西に走る幹線道路である。ここでは桜通りの延長線上にある新桜通りについても述べる。朝霞開拓のために設立された改正者により、郡山の宿場町と開拓地を結ぶために作られた道が始まり。郡山駅がある、駅前地区と市役所がある。 海西山付近を結んでおり、事実上、氷山市のメインストリートとして扱われている。このため、市内のイベントでパレードが行われる場合には、駅前大通りとともにルートに選ばれることが多い。また、景観に配慮して、大半の区間で電線の地中化が行われている。駅前側からの入り口となる清水大地区では、イメージアップのため歩道を石畳とし、 街路三32基はそれぞれ違う星座を描いたものを設置。また、昭和通りとの交差点には、歩き出す街というオブジェを設置している。並行する文化通り、うねめ通りとは異なり片側一車線のため、主要な交差点では、長い右折レーンが設けられているものの、渋滞が多く見られる。また、交通量が多いことなどから、内環状線から、 東側6巻には自転車用レーンが設けられている。国道49号交点より、東側は福島県道142号河内郡山線である。そこから西側は郡山市道1の33号、桑野大月線となり、新桜通りと名を変えて、陸上自衛隊郡山駐屯地前を経て、福島県道55号郡山矢吹線との合流点に至る。また、 合流した道の延長線上には、大瀬公園が位置するほか、東北自動車道との交点付近に、郡山中央スマート IC が設置されている。正式名は、全線都市計画道路郡山駅公団厳選。以下、新桜通り以下、福島県道55号郡山矢吹線以下、新桜通り改正者、安倍茂平銅像説明版。 福島フェスティバルイン氷山2013など、福島県電線共同校一般県道河地、氷山線氷山市長者校区、星座探しに行こう氷山、桜通り商店街に32の街路島47ニュース、スマートインターチェンジの設置氷山市、氷山市都市計画図図確割外略図。ありがとうございます。